久保さん、この姿を見て誇らしげには思ってないでしょうね。バカだな、バ,バカやってんな、バカだな、こいつ、みたいな、多分まだ思われてるんじゃないですか。多分ね、僕がその、なんか、前の会社の、まあ、人たちに、なんか言われる、なんかその、も,もし認め、認めてもらうとか、なんですかね、評価されるとするならば、まあ、やっぱその、あれじゃないですか、同じ土俵というか、 僕も、じゃあ、当時、僕ができなかった年収100億っていうのを、で、自分一人でね、こうやって、従業員も雇って、また雇って、で、また会社を大きくして、年収100億まで行きましたっていうとこまで行ったら、それは、あれかもしれないですけど、今、多分ね、うん、僕は馬鹿にされてると思いますけどね。まあ、よくわかんないですけど、別にど、どっちもいいんだけども。うん。僕はもうなんか、うん。なんだろうな。 どっちでもいいし、ね、<laughs> うん別にだあの前の会社の人のために生きてないので自分のために今生きてるので他人からどう思われようが自分が生きてるっていう自分をどう生きるのか自分の人生を生きるのかっていうところに完全あのぶち抜いてるので <laughs> うんでも逆でも前働いていた経験だったりとか前働いていた あのー、そこで得た感情とか、そこで貯めてきた感情とか、そういうのは使いますけどね、いまだに。てか、使っても使っても使い切れないほどの感情が溜まってるんで、そう。感情貯金ですね。無限なる感情貯金。あの十何、僕が裏方で十何年やってきた時の、溜め込んできた感情っていうのは、底なし沼ですね。マジで底なしですね。だから、その、無限に使えますね。うーん。 くそやったるぞみたいな,なんかそういうなんかあ湧いてきますよ、ねうんまあほんとねやっぱあの、うん、僕以上に働く社員はね前の会社でスタッフで絶対現れないと僕は確信してるし言い切れるし僕は会社に絶対尽くしてきたると誰よりも尽くしてきたと捧げてきたっていうのは命捧げるぐらいですよ。 だって僕手術し、ちょっとね、手術したことがあるんですね、倒れて、倒れて。倒れたっていうか、まあ、肺に穴開いたんですけどね。で、まあ、それで、その、なんだ、手術して、全身麻酔して、手術して、その後あのなんか会社でトラブルがあってね、まあ、入院してたんですけど、入院して、1日後か2日後ぐらい連絡があって、まだちょっと体調全然だめなんですよ。 もうそれでも会社行きましたね。会社でトラブルがあるっつって。で、なんかもう、もう覚えてるんですけど、こんなフラフラになりながらやってましたからね。でも、ダメです。あ吉永さん、大丈夫ですかってい。いつもだったら大丈夫ですって言うんですけど、いや、ちょっとさすがにきついっす、みたいな。寝ていいっすかみたいな。もう、ほんときつくて、あの、会社でこう、こうやって寝ながらやってましたよ。まあ、普通、いつもだったら、あ、全然大丈夫っす、みたいな感じで気張ってね、やってるんですけど、まあその時、マジきつくて、無理だったんで、休み休みながらやってましたけど。 いろいろまあ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 りがないほどいっぱいあるんですけどねいろいろと、まあ、相当その会社に注いできたっていうのは僕は自信を持って言えるので、うん、でもそう自,信をも自分に自信を持ってそう言えるぐらいやったっていうのは、まあ、良かったなと思います逆にそういう環境がなかったやれてなかっただろうしでも潰れる潰れまあぼ僕しかいなかったですからね最終的にみんな辞めてったんで あの恵比寿マンションの小さいところからスタートしたんですけどそこから一番あの、まあ、あのビルのね2階フロアまで行くところまでいたのは僕1人なんでみんな途中で辞めてったんで僕しかいないですから恵比寿マンション604号室を知ってるのは僕しかいないじゃないですか <laughs> あの時期を知ってるのは <laughs>。 まあすげえ大げさでまあ僕の力ではないですけど少なくても支えたっていうところはあると思いますねいろんなう会社が紆余曲折があってその紆余曲折を見てきたし支えてきた部分もあるしうんそうまあ最後はねまああのあんま良くなかったですけどまあまあまあ良かったなとあのちっちゃいねエビスマンション604号からあそこまで行った時にね まあやっぱでも感動はありましたよね。ここまで来たか、みたいな。あのビル、ビ,ビルのね、この風呂、なんか会社になったな、みたいな。最初ね、マンションの一室のちっちゃいところから始まったんですけど、最後はね、あのビル、2フロア借りてね、なんかこんなのでかいんですよね。うわー、みたいな。なんか本当になんかオフィスビルみたいな。もうついになんか会社になったぞ、みたいなね。<laughs> だってさ、マンションの一室だと会社間出ないじゃないですか。 ね、全然出ないですよね。まあそこでやってましたけど最初は。それがね、あの、ああいうとこで、こう、なんか感動、なんかひとしおにありましたね。あそこまで行った時は。うーん、なんかみたいなうん。まあいい思い出ですよ。悪い思い出でもあり、いい思い出であり。うん、行ってらっしゃい。